こんにちは。フリーアナウンサーの中島淳子です。今回は三木清さんのエッセー、いかに読書すべきかを朗読します。まず大切なことは、読書の習慣を作るということである。他の場合と同じように、ここでも習慣が必要である。人は 単に義務からのみ、あるいは単に興味からのみ読書し得るものではない。習慣が実に多くのことをなすのである。そして他のことについてと同じように、読書の習慣も早くから養わねばならぬ。学生の時代に読書の習慣を作らなかったものは、おそらく生涯読書の面白さを 理解しないでで終わるであろう読書の習慣を養うには感化を見出すことに努めなければならぬそして人生において感化は見出そうとさえすればどこにでもあるものだ朝出かける前の半時間夜寝る前の1時間 読書のための時間を作ろうと思えば、いつでもできる。現代の生活は確かに忙しくなっている。終日妨げられないで読書することのできた昔の人は、戦望に値するであろう。しかし、いかに忙しい人も、自分の好きなことのためには、感化を作ることを知っている。 読書の時間がないというのは読書しないための口実に過ぎない。まして学生は世の中へ出たものに比してはるかに多くの感化を持っているはずだ。その上読書は他の娯楽のように相手を要しないのである。人は一人で読書の楽しみを味わうことができる。いな、東西古今の あらゆる優れた人に接することができるというのは、読書における大きな喜びでなければならぬ。読書の時間を作るために、無駄に忙しくなっている生活を整理することができたならば、人生はそれだけ豊富になるであろう。読書は心に落ち着きを与える。 そのことだけから考えても、落ち着きを失っている現代の生活にとって、読書の有する意義は大きいであろう。読書を欲する者は、感化を見出すことに賢明でなければならぬとともに、規則的に読書するということを忘れてはならない。毎日、例外なしに。 の時間にたとえ30分にしても読書する習慣を養うことが大切であるかようにして20年間も継続することができればそのうちに人は立派な学者になっているであろう読書の習慣は読書のための感化を作り出す読書の時間がないというものは 読書の習慣を有しないことを示している。読書の習慣を得た者は、読書のうちに全く特別の楽しみを見出すであろうし、その楽しみが彼を読書から話さないであろう。他の場合においてと同様、読書にも勇気が必要である。 人は、まず、始めなければならぬ。我々は、常に読書に好都合な状態にあるのではない。読書に好都合な状態ができてから読書しようと考えるならば、ついに読書しないで終わるであろう。ひとたび読書し始めるならば、落ち着かない心も落ち着き、憂いも忘れられ、 不運も心にかかることなく、すべて読書に好都合な状態が生ずるであろう。いやいやながら始めて、やがて面白くなってやめられなくなる場合が多い。まず読書することから読書に適した気分が出てくる。ひとたび読書の習慣を得れば、習慣が あらゆる情念を鎮めてくれる。落ち着いた大学生と言われるものは、大抵、読書の習慣を有するものである。いかがでしたか今回は、三木清さんのエッセイ、いかに読書すべきかの1を朗読しました。その他の文章を読みたい方は、 青空文庫に出ていますのでよかったらチェックしてみてください。このチャンネルではあなたが書いた作品もお待ちしています。あなたが書いた文章や絵本などよかったら送ってください。私が朗読いたします。それでは次回もどうぞお楽しみに。